今週も始まりましたカワイジャパン TV。 この番組は日本のカワイイを世界に発信をテーマにカワイイニュースを紹介していく番組です。さて今月のゲストはヘアデザイナーの鈴木あゆむさんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。教えていただく前に今週は私たちのお気に入りのヘアアイテムを紹介します。私のおすすめアクセはこれです。とおすすめポイントは好きな位置にリボンが変えられるからその日の気分によって変えられるからいいと思います。私のお気に入りのヘアアイテムはこれ1本で可愛く変身できちゃうカラフルなリボンのカチューシャです。私は髪の毛を下ろす時が多いんですけど、これ忙しい朝でもこれをつけるだけで髪の毛がまとまるので気に入っています。私のお気に入りのヘアアイテムは萌子ちゃんと似てるんですけど、この帽子の形をしたカチューシャで、これをもうカチューシャなんですけど、これをつけるだけですごい可愛くアレンジできるのでおすすめです。私のお気に入りアイテム、さあどこから出てくるでしょう。じゃん、これです。これですね。これは私基本萌ちゃんと一緒で髪を下ろしてること多いんですけど、ポニーテールとかするときはこれ使って可愛くしてます。はいはい、はい、僕の場合お気に入りというかおすすめのアイテムなんですけど、こちらです。でこれはなんでおすすめかっていうと、便利、すごい便利だなと思って、例えばこういう髪型した時に後ろにつけてもいいし、これ実は下結んでるだけなんですけど、その結ぶ時に使っちゃえばこれだけで足りちゃうんですよ。あとはポニーテールとかしただけでも可愛くなるので。では今週も簡単ヘアアレンジを教わりましょう。米田萌子ちゃんお願いします。はい、今回は、結ぶだけでできるヘアアレンジということで、使う道具はこちらのゴムとじゃんピン、これだけです。まずはですね、好きな位置でいいので板場を持っちゃいます。ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、とにかくひとまとめ、まあ少しだけでもいいんですけど、今回じゃあ分かりやすくひとまとめにしちゃいます。ヘアゴムで1回、2回、3回の時に途中で止めちゃいます。この状態になったら上下左右に裂いちゃいます。ザクザクっとボロッとこう出てきますよね。ボロボロに一回しちゃうんですよ。ピンで止めていきます。適当な位置でいいのでバランスを見ながら毛先をぐるりぐるりと、もうやってることは結ぶのと止めるだけです。はい、こんな感じですね。完成です。